どうもやくもこまちです。戦国姫5島津家ルートパート9の方を始めていきます。では、前回なんですけども、また、橘軍じゃない場大友家の、橘道雪たちを、退けてここまでですね、船井城まで取りましたね。こちらの方はで左の方は、防衛線を築いたまま、今のところ動かずじまいという形ですね。まあこのパートでできたら大友家を滅ぼすぐらいまでは行きたいんですが、頑張りましょう。では徴兵始めていきます。でやっぱり600になりましたね。やっぱちょっと民の感情度が下がったんで、ちょっときついですかね、このままですと。この上で高久が4000になりましたね。最大兵数5000なんでもうちょっとですね。でこちら結構な城を4つまで取れましたね。なんでだいぶ兵数が集めやすくなりましたね。これは義弘に振っときます。で鉄砲を集めて、これはどうしようかな。とりあえず肝付きに渡してきましょうか。で鍛錬は9人でやりましょう。武将の移動は一応1欲しいかなということで、ヨシイネがレベル4、あとソーマがレベル3。お、ソーマがレベル3になりましたね。スキル、これは何だろう。10費用減かな。10の費用が下がりましたね。購入時の費用がマイナス50倍になりましたね。やったぜ。で、終了ですね。まずはまあ今こんな形ですね。ここの防衛ライン、あ、しまったな。さっき右側に敵がいるかどうかを確かめておくべきだったな。武将に会う。あ、相良さんまだありますね。ヨシヒさんですか。ですが、これはまた後にしましょう。このターンは、豊久と利久を動かして、さらに攻めれるようにしときたいんで、秋になったんでお金がいっぱいあるんでね、このターンは一気に攻め立てましょう。まあ、攻め立てたいんですが、いけるかどうかは定かではない。まあ、先ほど通りのメンツを動かします。道雪が100。あ、もうほぼいないですね、敵が。難しいとこなんですが、これ。とりあえず、これ、右に行きましょうか。費用34、行きましょう。で、歳久たちを、上に、指令を出します。で、こっちなんですが、一回島、吉姉が殴ったんですが、あまり減ってませんね。兵数が、高久が4000まで回復いったんで、もうそこまであまり兵数にこだわる必要はないんですが、とりあえず吉久と、2人を選んで、これでこっちを。まあ多分落とせない城がいくつかあるんですが、まあ、この際そこに関してはいいでしょう。落とせなくても。大友総林がいませんね。どこ行ったんでしょう、あの方。まあ、軽い防衛ラインの構築は済んでるんですが、こちらも。肝付きを義弘たちの方に回しておきたい感はちょっとある。まあちょっと遊びになっちゃってる武将が何人かいるんで、それを次のターンに動かしたいとこですね。退却者、これは予想外ですね。移行が8なんですが、開けごま開くわけがない。はい、おいします。3、これは落ちませんね。あ、落ちるか。5、トシちゃん頑張れ。お、開きましたね。やりましたね。これ籠城されたら落ちてませんね。ラッキーです。かなりいいですね。幸先がいいです。波の馬ゲット。日の江城は
は退却ですね。退却したということはもしかしたら開くかも。お、移行はこっちの方が多いですね。では開けごま。OK です。無欠解除。このまま進軍して鍋島さんをできたら取りたい。兵数はもうそこまでいないと思うんで。あ、住民感情度が上がりましたね。いいですね。木月城ですね。どうせたちがこもっている城なんで、できたら欲しいところ。ここは出ませんでしたね。では、包囲で行きましょう。人数がいるんで、もしかしたらいけます。あー、いけない。硬い。硬い。次のターンですね。次のターン頑張りましょう。もう一度。ちなみに一番好きなのは橘道雪です。戦国姫ではなので、どうしても欲しいんですが、頑張って取りましょう。死なないでね。おっと、竜蔵寺家が肥前だと。肥前ということはここの上ですね。おっと、誰か来た。いらないです、さようなら。天子家、おっと、天子家当主が死んでますね。大内にやられたのか、それとも毛利家に押し切られたか。おっと、イベントですね。お、珍しい。どうぞ。高久から呼ばれてんじゃん。お、なんか拗ねてる。うん、拗ねてたね、今。明らかに。なんかよーっつって。お、ん、何ですねてんで、おう。ほう、ん、うん、ああ、あったね。なんかあったのそれ。お、はあ、相馬に嫁をどうかって話が来てるんだけどさ。ほう、相馬に嫁ですか。まあ一応長男ですしね、相馬は。そんなことだろうって。いやいや、だってさ、ちゃんと考えてみてよ。お嫁さんだよ、結婚だよ。相馬には結婚なんてまだ早いんじゃないかな。いや、まだ相手も見てねえし。うん、ただ、うん、そうだよね。昔のこと考えるなら、相馬もそうだし、吉宗もそんな感じなんじゃないかな。そろそろ。吉根だって嫁に行く時期なんじゃないのかな。年齢的には一気に俺の子供感が薄れるもん。やだやだ、まだ結婚なんてやだ。それで拗ねてんのかよ。しょうもない親父だなこいつ本当に。まあいいんだろうけども、いいお父さんだろうけども、からの症状なのそれ。お、何ひたくる。まあ島津のことは相馬についてもらわなきゃだし、そしたらいずれ遠い先の話だとしても、子供も作らなきゃだろうし。まあそれはね、まあでもどうなんだろう。あ、まあだけど島津のために好きでもない、好きになれそうでもないことの縁談を決めたってお父さんちゃんとわかるんだからね。ほう、
まあ、最悪相馬がもしね、寿命で死んだとしても一応豊久いるし、まあ、息子がいた方にはいいんだろうけど。急がないでよね。で、結局どこの社ですか？そこそこいい貴族の子供子が来てるのかな？で、なんか吉弘いますし。あ、お父さんに話があって。本当かそれ？うん。気になって見に来てんじゃね？まあ領地取らないとなとかいろいろあったからね、当主にっていう話も最初にあったし。お兄ちゃん、そんなところでどうしたのですか？あら、としちゃん。お、これはみんな来るか、来る、見に来る感じかな。あ、その書状は。ああ、としちゃんやっぱり中身は知ってたんでね。まあそうだね、特に。それでどうするんですか？うん、断らないのですか？やっぱりそうなるよね、妹たちは。あ、そうですよね。したらやっぱり妹たち的にも嫁が来たりとかするとね、甘えづらくなるもんね。兄ちゃん。あ、でもここで終わりか。ちょっとこれの先が気になるな。一生懸命知ろうとすか知ろうとす理由がこれでいいのかと思ってしまうが、よし、まず徴兵からだね。ポチポチ。おっと、減ったなー。とりあえず肝付きに渡しとこうか。3000あればちょっと使い勝手いいし。よしねえ、そっちでちょっと集めといて。よしねえは向こうで軽く集めてもらって。で、とりあえずこっちでも集めて。2500か。相馬2500にしようか。で、鉄砲の購入をして。鉄砲はこのターンは、あ、そうか、肝付きにもう一回渡しとくか。で、鍛錬なんだけど、ちょっと待ってよ、CP が9だから1残しはもちろんだけど、もう1残しにしようか。もう1、そうだな、もう1個残してやるか。武将の移動もしたいしな。父親たる者は子供に手本を見せないかな。これで、吉弘が、そうだね、レベル5になったね。まだか、残念。スキルレベルは5になっても、じゃあ、レベル5になってもスキルは、3までだね。まだ3じゃない、2だ間違えすぎだろ。では終了しましょう。織田が三好と同盟か。各地でちょっとでかい家がちらほら見えてきた気がするな。さて、あ、ちょっと待ってね、敵こっち見てないな。ちらっと竜造寺家の様子を見たいんですが、あ、大友家がここにいますね。ということは竜造寺は大友との戦闘にもちょっと苦戦しているところですね。うん、ふむ。まずでは、武将に会いに行きましょう。イベントありと書いてあるん、あ、ちょっと待って、これ新ってついてないな。どうなんだろう、新って書いてないやつって確か何もないんじゃないかな、これ。まあ一度見に行きましょうか。いや、そうでもないか。おう、もう帰っちゃうの？もう帰っちゃうの？そうだよ、まだ明るいじゃん。だって母上があの屋根にお日様が隠れ出したら夕日になるのはすぐだから帰れって、それがうちの決まりだって言われてるんだもん。おう、家の決まりか。
それじゃあ仕方ねえな。また明日な。うん、また。まあ、あるよね、みんなあの門限とかあったね、子供の頃は。一応冬とかだと5時ぐらいとかでもっていう話だったんだけど、夏とかだとやっぱりちょっと長かったね、6時とか7時とか。まあでもやっぱりできるだけ5時ぐらいにはみたいな感じはあったな。お、ヨシさんのイベント進んだね、ラッキーだねこれは。覚えているものはあるんですけど、多分ソーマさんがお尋ねになっているような決まりではないかと思います。ほう、サグラシハットというものなんですけどね。ほう、ハット、ホードって書いてハットって言うんだ。へえー。でもなんか土地売買に関する条項、ほう、人返し条項、人返し、用水に関する規定、一向宗禁制、そんなことについて決められたものなんです。要は法か、それ相良家の。へえ。やっぱりそうですよね。ちなみに結構遅い時間に帰って、怒られた記憶があるね俺は。人々のことを考えて作ったという点では、親が子供に与える決まり、ついて遊びたくなるよねやっぱり子供の頃は。あ、そうそう、サガラシハットにはもう一つ印象深い決まりがありました。ほう。ゴケを妻にすると言っておきながら売り払ってはいけないです。ほう、いまいちピンとこないんだが。何でも実際に騙されたことがあって大変だったそうです。はい、何でもその被害に遭った方が家に乗り込んで訴えてきた時の剣幕は凄まじくてとても怖かったと伝わっています。対応のした方、ほう、代々口伝でどれほど恐ろしかったかが伝わっております。あれか、まあ、騙したやつはその人に会ってないからなのかな、まあ、対応した人はまあ怖かったんだろうね、それは確かに。あったみたいです。あ、気づけば日が暮れています。そろそろ帰らないといけませんね。あれ、どうなんだろう、これ実はヨシヒさんの話に関係してるのかな、実は。あー本当にこうなってくると解散落としたのが悔やまれるな。くそー、部署に移動しましょう。部署に移動ってもここですね、肝付きと、なんて読んだらあれでしょう、この二人をここかな、こっちでもいいな、こっちかな、まずはまずこっちに動かしましょうか。これで終了していきましょう。4000もあれば中央はなんとか耐えれるでしょう。では作戦命令に入りましょうか。では軍資金がそこまで多いわけじゃないんで、あれなんですが、まずちょっと見ときますか、この周りを。ここも大友家ですね。大友総林が回ってきましたね、防衛に。これ真上は秋月家ですか。この辺は11ですか、こっちは13。そうですね、上が秋月家ということでしたら、まずは正面ぶち抜きましょう。こっちの道雪が守ってる城があるんで、こっちをぶち抜きましょう。73、まあ全然いけますね。73で19が3回。軽い兵力だったらまだ攻められる。
向こうで19使うから、まあ、約60減ると考えましょう。で、費用が33、足らないですね。さすがにちょっと費用が高くなってきて、偉くなってきましたか。教習で落とせるメンツがいれば教習で落としていきたいんですが、まあ、そうも言ってられない状況なんで、まあ、ここは終了といきましょうか。もうちょっとすればお金が溜まり出すかも。おっと、攻めてきた。この人数差で攻めてきたか。あ、大戦場か、ここ。では、王子にしましょうか。大将は豊久で。僕も始末の断じ、やり遂げてみせる。まず一番上に肝付きを配置。その下にこの人かな。いや、トシちゃんを行って豊久を中央。準備はできた。こうですね。準備はできましたわ。豊久の位置に来ましたね。総輪は。宗重が来てるんで、これはちょっと悩みどころですが、まあ、待機でいいでしょう。下手に前出ると危ういんで、ただ豊久は前に出ます。で、豊久の下側にいる肝付きの分隊は、おっと、突っ込んできた。これは拡散撃ちをします。拡散撃ちで、さらに、おっと、かなり突っ込んできますね。一番上がちょっと心配ですな。あれ、宗重がかなり強いんで、順番逆転。待機ですね、これは。なんか突っ込んできたんですが、これは正面突撃かまします。僕に続け。あれ、これ塔ってついてますね。あれ、塔家の当主か、あれもしかして。一番上の肝付きは、これは正面普通に打ちましょうか。参りますわよ。拡散打ちでもいいんですが、まあ、今のところそこまでする必要がないんで、これも拡散打ちで。参りますわよ。あ、拡散打ちで普通に正面打ちましょう。まあ、宗重が突っ込んできた。これはトシちゃんは拡散撃ちにしましょう。左の宗重を倒したいんで、きついか。あれ、もしかすると25減らされた。勝負どころです。九兵かく乱。トシヒサはここ拡散撃ちです。これで中央は落としましたね。宗重が相手だが、 OK ですね。3すくみのあれで、むしろ向こうにダメージが出ましたね。まだ諦めるわけには。いい調子ですよ。これは、まあ、普通に打ちましょうか。参りますわよ。さあ、もうあとは総輪をどうするかなんですが、まあ、今回に関して言えばどっちでもいいんですよね。正直うちが攻めてるわけじゃないんで、まあ、倒せようが倒せまいが、とりあえず追い返せば勝ちなんで、こっちの。はい、宗重さん撃破。これは待機で。こっちも待機ですね。鉄砲撃ちます。トシちゃんは。全てを撃ちなさい。まあ、理由としては、この距離で撃ってれば、オートモソリン、うまくいけば撃破まで持っていけるんで。防衛戦力に肝付きたちを回したのはありでしたね。これは回しておかなければかなりの被害が出た可能性がありましたね。大気の、打ち込みまして、ああ間違えたか。これ拡散打ちでもよかったかな。まあいいでしょう。
違う。大気の。これは、下がりましょうか。で、これでトシちゃんのターンになって、銃を撃ち込んで終わりですかね。帰りますか？まだ帰らないですか？ソーリンさん。もういつ帰ってもよろしいですよ。で、右翼に来てるんで、こいつを、に追いかけて、次の攻撃で倒せますね。こっちの肝付きをちょっと前に出しますか。豊久も前に出ましょう。これは銃撃ってこれで、この橋のやつは倒せましたかね。はい、OK ですね。あと2人ですね、敵武将は。さあ、ただ帰るのか帰らないのか、どっちなんだい。あ、退却しましたね。OK です。はい。こっちの兵数は減ってないんで、まあ余裕勝ちですね、これは。なぜこっちに攻めてきたのかを聞きたいぐらいですね、これは。竜蔵寺軍が大友の城を攻めてますね。大友軍退却、落城ですね。早く取りに行かないと、大友のユニーク武将が何人か死ぬ可能性があるんで、そろそろなんとか取っていきたいところ。開けごま。さあ、無理でしたね。さあ。おいで落とすぞ。お、ああ開いてくれなかった。敵は降伏するかもしれませんって出ると意外に開いてくれるんですが、今回開いてくれなかったですね。残念。さあ、いい調子ですね。もうあと一歩かな、一歩か二歩かというとこですね。疫病ですね。どこですかね。遠いとこでしたね今。まあうちの方でないんで大丈夫でしょう。疫病はちなみに、自分、兵が減りますね。病気で兵が死んじゃうっていう形ですね。ちょっと見たかったんですが、早かったですね。疫病の描写が。見れませんでした。では、CP16 で、まず徴兵を始めていきましょう。まあ、いつも通りですね。まず、吉根のところから、始めて、で、こっちで、徴兵をして、これに関しては、川上に回します。5000にしてもいいんですが、まあやっぱり人数はいないと分散して弱くなるんで、結局これは歳筆さんに渡しとこうかな。さっきの戦闘を見てる限りだともうちょっと兵はいてもいいな。で、鉄砲の購入をして、これは歳ちゃんに渡しておきましょう。で、鍛錬は、8にしたいですね。あ、7でいいか。また武将に合うがあるかもしれないんで。もう一本お願いします。今の豊久か、どりゃーってびっくりしたわ今。あ、織田家が徳川のとの同盟を破棄しましたね。これはかなりでかい戦争になるんじゃないでしょうか。あ、新しいイベント来ましたね。いいですね、毎回イベントが見れる。日の出を持って総攻撃を仕掛ける。ほう。お？まだ戻りませんか？はい、相良殿。まだ帰還の方はありません。何を待ってるんだろう。そうですか。よしひさんは。相良殿、大変です。石膏が敵に囚われたとの知らせが。ほう。そんな、それは本当ですか？はい、こちらにも囚われた石膏を見かけたという報告が参りましたので、巨砲ではない模様です。おう。至急、彼らの救援をしなければ。彼らはたくさんの情報をもたらし、今回の戦で活躍をしてくれた者たちです。だから、敵にいえ、それはなりませんね。お、どうするんだろう、ヨシヒさん。今までもたらしてくれていた情報が全て無駄になってしまいます。お、相良殿、私にもっと力があれば攻撃と救援を同時に行えるのに。
なさい、皆さん。せめてこの戦の勝利に尽力いたします。ほう。彼らを救えない私など、この戦で死んでしまいます。ヨシさん、ずいぶんあれだな。ほう。あ、結局石膏はやっぱりみんな死んでたのか、殲滅されたって。ほう。結局それでも凄まじい勢いで戦闘したんだ。結構ヨシシさんは優しすぎるところがある人なのかな、この感じだと。ちょっと、それはびっくりしたわ。私は今回の戦にて大事な味方の命を見捨ててしまいました。彼らは家にいた頃からずっと私に尽くしてくれた忠義の者たちでした。ほう。手に犠牲を払わせることは到底受け入れられません。ですので私は彼らの後を追うため、今この場にて切腹をいたします。え、これはどうなんだろう。これで切腹で死ぬのかな。ないとは思うんだけど。戻した。よかったよかった。彼らを死なせてしまったことが私はとても悲しく、辛く、そして寂しいです。ほう。だけ待ってね。あー、真っ白だね、本当に上から下まで。優しすぎ、優しい人だなと思ったけど、危ねえ人だなこの人。ちょっと、はい、いやー、よかったよかった。本当死なれたらちょっとまずかったっていうのもあるけど、俺も。これで終わりなのかな、これは。ヨシヒさんのイベントは。本当だったらこの後、カイさんも入っての3人でのイベントがあったのかな。まあそこはまあまた次回っていうか、まあ次の週ですね。では武将移動しましょう。これですね、移動しとかった人は。伊集院さんが完全に余ってる人になっちゃってたんで、この人を、そうですね。これは、
上に回しましょうか。竜造寺家が来てますね。危うく見落とすとこでしたが、まあ竜造寺家の方はあれで鍋島さんが抑えられてるんで、ここはどういう上大友家の城ですか。だとするなら、まあ右に攻めましょうか。あれでも大友総理ってここにいたよな、さっき。いや、いいか。これまずここ攻めましょう。73の19、73、19だから、38の、まあ、約60ですか。まあ、60ないぐらいなんで、合わせて133だとしても、全然いけますね。ただ、今回もこの3人だけかな、殴りに行けるのは。総理消えましたね。秋月家がそこにいて、そっちに。ただ、ちょっと急いだ方がいいかもしれないですね、これは。大友家の討伐に関しては少し急ぎましょうか。左上の土地を竜造寺家に取られてるんで、竜造寺家側を攻めていた土地が。放っておくと、取られかねないんで、てか殺されかねないんで、竜造寺家に。さあ行きましょう。行けますね。見たかー。オッケー。ギリギリですね、軍資金は。毎度毎度ちょっと怖いんですが、竜造寺家が動くかどうかよく見ておきましょう。動き出したとなると少し心配するべきだが、動いてなさそうですね。お、イエちゃんレベル5になりましたね。あ、レベル5でもまだか。あ、そうだ、ヨシヒロで見たんだ。忘れてた。武蔵の国一騎、河川城かな、泉国で一騎、堺城ですね。かなりいろんなとこで一向一騎が起きてますね。まあ俺も一騎起こされてるから何とも言えないんだけども。おっと、またイベントですか。はい。お、なんかまた慌ただしい足音が。お兄ちゃん、あれ、トシちゃんじゃん。どうしたの今度は。また結婚の書状ですか。おう。実は次の策の内容を書いた原案書を落としてしまいました。ほう。お兄ちゃん、ごめんなさい。それではまずいな。家の中で落としたんじゃないのか。患者がいるようなのです。ほう。落とした検索書がそのすでに敵の手に渡ってしまったらしいのです。ですのですぐに別の策を考えないといけません。お、それはさすがに考えないといけないな。さっきの兄弟たちから詰め寄られる姿が見てみたかったんだけどな、結婚の。随分落ち込んでる。ここで選択肢か。叱る、慰める、そっとしておく。難しいところ。慰めるか、なんか叱って、た方がいいような気もするんだが、俺こういう時にあんまり叱りたくない人なんだよな。そう、あんまり叱れない人なんだよな俺。慰めるかそっとしておくなんだよな俺多分。どっちがありかな。
いや、ここは慰めよう。せっかくね、お兄ちゃんなんだし。お、いい感じの音が流れてますが。失礼、押してなかった。まあ、それはもちろんそうだ。完璧だわけではない。まあ、俺も、ちょこちょこやらかしてるからな、職場で。いやー、まあね、こういう時ぐらいお兄ちゃんに頼るなんて。としてもあんまり頼らない雰囲気あるからな。ですね、お兄ちゃんはまだ私のお兄ちゃんですもんね。そうだね、結構それがやっぱり引っかかってるのかな、結婚したらっていうのが。なければ私の頭に全て入れてあります。相変わらずすげえな、トシちゃんは。その辺のところは。コンコン、トシねえ、今大丈夫？あら、イエちゃん。イエちゃんですか？どうぞ。ねえねえ、今お腹いっぱい。あれ？でもここ、ソーマの部屋じゃなかったっけ？ねえ、おやつの時間にいなかったから、トシねえの分のおやつを取っておいたよ。はい。イエちゃん。わざわざありがとうございます。お安い御用だよ。おやつも食べないで兄様とお仕事してたんでしょ。いやお疲れ様。いえ、にしてもイエちゃんがちゃんとノックを覚えたね。体と頭にはおやつが一番だからね。ですがイエちゃん、このおやつの量は二人分ではありませんか。お、実はこれね、兄様の分なの。だけど兄様に持ってかないで、私がトシ姉と一緒に食べちゃうと思って。うん、一回くらいはいいよね。ひどい話だ。ありがとう、姉ちゃん。あ、ここトシちゃんの部屋なのか。なんか最近トシ姉おかしいよ。どうかしたの？イエちゃん、実は。お、ここで話しちゃうのか。そうなんだ。縁談か。お、お。ああ、やっぱ知らなかった感じか。意外に知らないのかな、他の子たち。吉弘は知ってそうだけど。まあまあ。では今回の動画はここまでということで、お疲れ様でした。まあちょっと急なんだけどね。では、次回をお楽しみにということで。次回こそ本当に大友家を倒したいな。お疲れ様でした。